回もね、点数としては外装で内装プラスナビメーター、運転支援、安全装備、で快適装備プラス収納面、そして総合欲しい度というところで、果たしてレヴォーグは何点なのかというところですね。じゃあエクステリアの点数ですね。まあエクステリアは正直スバルの中では一番かっこいいんじゃないかっていう、あくまでスバルの中ではね、まあ、他のメーカーとかと比べるとうんって思うところもあるけど、まあかっこ割とスバル車っていうところではかっこいいと思います。ということでね、エクステリアの点数は82点とさせてください。優良かだったら優がつくレベルということで、まあスバルの中ではデザインがまとまってると。で、スッキリしたデザインですよね。比較的ね。なんか、ごちゃごちゃしてないエクステリアだったりとか、バランス感もいいですよね。それこそだから前幅と前後のね、バランス感がすごく優れてると。まあ、ワゴンボディ、純粋なね、ワゴンボディなんで、まあ、その辺はね、レイバックより見た目的な面では優秀かなと。ちょっとレイバックは SUV ライクに、SUV みたいにしてる兼ね合いで、どうしてもね、ちょっとエクステリアがアンバランス感が気になるよねって話はしたと思うけど、まあ、レヴォーグなら全然問題ないし、サイズもね、前後もワゴンならではの155センチ以下に抑えられてるし、前幅も 1.8 メーター以下なんですよ。何気に結構サイズ感はね、もうちょうどいいんですよね。ホンダさんのあれ使って申し訳ないけど。じゃあ減点項目としてはリアのウィンカーが豆球だとかね、あとデイライトがスバルはオプション扱いなんですよ。この字型のやつ光らせるのになんか裏メニューとかって言われてるけど、いや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 、ホンダとか最初から光ってるからさ、マツダとか、その辺はね、ちょっとスバルさんももうデイライトオプション扱いとか、ワンソクさんはね、動画ではね、 LED アクセサリーライナーつけないとここ光んないんですよねって言ってたんで、なんかディーラー裏メニューだって言ってる人は何を言ってるのはやらというとこなんですけど、まあ LED アクセサリーライナーつければ確実に光るんでね、まあでもそこをオプションにする必要がないと思うし、その裏メニューでつけてくださいにするのもちょっとケチ臭さ感じちゃうんで、この辺はね、まあトヨタ車とかマツダ車とかの方がケチ臭くなくてよろしいかなというところですね。続いて内装インテリアの点数ですが、これもね、スバルのね、今までの、まあ、内装はね、ちょっとね、スバルはね、みたいな感じだった時代を考えると、いや、いいよなって内装。結構質感も高いし、パネル周りの見栄えもいいし、ステッチ付きのソフトパッドとかも貼られてるし、内装いいよなって思うんで、まあ、内装、インテリアの点数としては、86点とさせてください。まあ、これも優良化だったら優つくよと。じゃあ、いいところとしては、ルームランプがちゃんと LED になってると、この辺はね、クロストレックとの格の違いがあるなというところと、アンビエントライトもちゃんと仕込まれてるので、夜中内装が真っ暗暗好きみたいな、そんなこともないと。で、全体的な素材感としても、すごく見栄えがいいし、パネル周りの見栄えとかもすごくいいですよね。まあ、ピアノブラックが多いんで、スマホ守るくんは結構、塗らないといけないけど、まあ内装はすごくいいなと。あと、パネル、メーターね。ナビメーターがすごくいいんですよ。で、ナビも 11.6 インチの縦型の巨大なスクリーンで、上のね、ところがマルチファンクションディスプレイでいろいろ情報を切り替えることができると。この辺のやっぱ情報量はすごくいいし、メーターもね、地図が表示できて、さらに高速のパネルとか他の情報とかも表示できるんで、ナビとメーターで、情報をね、役割分担できると。この前ちょっとね、出した NX ね、レクサス NX では、まあメーターの情報量も7インチとか8インチのメーターを使い回してて、少ない上にナビも情報量が少ないんですよ。分割表示ができないからね。だから情報をね、いろいろ割り振ることができないっていう、ちょっとね、インフォテインメントとしてはどうなのよっていうところがあったんだけど、スバルさんはね、ちゃんと役割分担ができるという点もいいし、メーターもちゃんとね、フル液晶でブレーキインジゲーターにもなってるとかね。そう、輸入車のフル液晶とかね、ブレーキインジゲーターないし、あと、他のね、なんだっけ、カープレイの地図が出せるっていうのはアウディのメーター以上ですよね。アウディは今ね、ビックスが受信できなくなって、さらにメーターはカープレイの地図表示できないんで、もうバーチャルコックピットイズデッドみたいな状態になってるのに対して、まあ、そうなってくるとスバルとか日産の方が、
メーターとしてはすごくいいものがついてるってことでね。まあ、残念ポイントとしては、まあ、舞踏会のランプ、バニティミラー照明が、まあ、豆球というところで、まあ、この辺もね、マツダとかがカロクロとか LED なんで LED にしてほしかったというところと、まあ、あと、個人的な、まあ、見栄えの部分では、アウトバックの方が二回りぐらい内装の質感としては上質なので、まあ、もうちょっと内装としては、まあ、アウトバックと比べちゃうとどうしてもって感じ。じゃあ、運転支援、安全装備、ADAS 面の点数としては、90点つけれますね。もういいものがついてると、アイサイト X ね。いいところとして、ハンズオフができる。レーンチェンジアシストができる。ナビリンク機能がある。フロントクロストラフィックアラートがあると。で、ハンズオフは、トヨタよりね、10キロ作動範囲が広いという点はいいよと。じゃあ、減点理由としては、フロントにパーキングサポートブレーキとかソナーがないので、駐車時の微低速時の静止物、花壇とか壁とかに対する緊急ブレーキは低いものには反応しないとか、もうしゃがんでる子供とかにはピーも言わずにドカンとぶっかっちゃうとかね。あと、アドバンストパークみたいなのはないよというところとか、あと、ハンズオフは50キロ未満でできる点はいいけど、トヨタと違ってこれ衛星のね、導きの位置情報をね、受信しなきゃからやんなきゃいけないという理由で、トンネル内でハンズオフができないっていうちょっと弱点があったりとかっていうところを考えると、トヨタと同じぐらいの点数になるかなという。その点はね、走る環境、新東名とかよく走る方だったら、トヨタとかの方が実は運転支援の使い勝手はいいかもしれない。トンネル内で使えるから。ハンズオフができるっていうところだよね。じゃあ快適装備の点数ですね。これは85点とさせてください。まあ、有料化だったら優がつく車ですね、うん。いいところとしてはリアのシートヒーターがついてるようだと、ジョイグレードでは標準だったかな。あと助手席がね、これ 8way のパワーシートがつくんですよ。これ、スバルね、助手席のパワーシートのウェイス多いんですよね。ランバーサポート以外は全て揃ってるって感じで、で、ラゲッジも、まあ、ラゲッジ側から2列目を倒すこともできるし、ちゃんとフルフラットにもなるし、トノカバーがオプションなんてそんなしょっぽいこともないと。どっかのメーカーみたいにケチ臭いことがないよとかね。ラゲッジのユーティリティはね、もうさすがスバルというところだったり、あとハーマンカードンのね、スピーカーが今回、STI スポーツには標準装備、GTH にはオプション扱いでありますけど、今回ついてると、ウーファーはないけどね、みたいな。この辺はね、アウトバックとの違いですよね。あと、サンルーフが B 型かなから付き始めたりとか、手回り品の収納がね、多くて、まあ、ドアポケットのところにプロマックスが入るようになってると。iPhone プロマックス。僕ね、14プロマックスとか16プロマックスとか使ってるんで、プロマックス入る方がやっぱいいんですよね、うん。で、デジタルインナーミラーも付いてて、解像度もね、もう国産トップクラス。だから結構装備は充実してるんだけど、じゃあなんで減点されてるのよと言われると、まあ、シートベンチレーションないとかね、これはちょっと不満かなと。やっぱ夏暑いんで、僕夏場暑すぎて倒れかけたこととか何度もあるんで、やっぱシートベンチレーション欲しいというところ。あと内蔵のドライブレコーダーがついてたらなおいいなと。まあレボーグは幸い後ろのドラレコはガラスに貼れるんでいいんですけど、これアウトバックがねダメなんですよ。リアに熱線入ってる関係で、どうしてもリアにドラレコ貼れないので、ガラスのとこにね。そういう意味では、ちょっと、内蔵のドライブレコーダーあった方がいいし、あとフロントガラスとかにもね、やっぱごちゃごちゃしちゃうんで、できればね、内蔵のドラレコあった方がいいよなっていうところで。あとやっぱ、ヘッドアップディスプレイ、個人的にはあった方がいいなって思う。僕は必須教とまでは言わんけど、やっぱり、ヘッドアップディスプレイない車、買わない宗教って豪語する人もいるんで、まあ、その辺はね、やっぱヘッドアップディスプレイ、あった方がいいでしょうというところで、そういうちょっと装備が足らないとか、あとね、スバルなのにステアリングヒーターがね、総合雪国性能を歌うスバルであったらついててほしかったというところで、ちょっと減点と。じゃあ総合採点ですよね。まあ結構いい点数つくんじゃないでしょうかね。82点、86点とかぐらい。で、90点、85点というところで、スバル、レヴォーグ、STI スポーツ、総合星度採点は、段86点とさせてください。もうおすすめできますし、欲しいよなっていう車になってます、うん。で。快適装備、運転支援、安全装備、内装、見た目、その辺に関してはもうほぼ文句がないよと。だからまあ、
不満を挙げるとすればステアリングヒーターがないとかリアのウィンカーが豆球だったりバニティランプが豆球だったりフロントのパーキングサポートブレーキがついてないであるとかシートベンチレーションがないであるとかその辺になるので、まあちょっと装備物足りないなって思わなければ全然いいと思うし、まあステアリングヒーターはね今後の改良とかに期待したいとこですしね、うん、まあでもアイサイト X のハンズオフもついてるし電子可変サスもついてるし改めてレヴォーグよくできてるよなっていうとこですね、うん、まあ不満もあるけど、まあ、100% 完璧な車ってないので、まあどっか不満に感じるよなっていうところはやっぱどの車にもあるんで、まあその辺はね、まあアルベルですらね、あのタッチトレーサーとかナビとかメーターとかナンバーサポートとかあのあたりが不満になってくるので、うん、まあこの辺はね、良し悪しはどの車にもありますから、まあそれを受け入れてね、買うのがいいと思いますよ。